はい、今作品で本格的に映画への参加ご出演となられました。さあ、はい、テレビシリーズの2月5日から放送が始まったばかりですが、映画に参加されたご感想いかがでしょうというのと、テレビシリーズと何かこう違ったところってあったりしたんですか。いかがでしょう。そうですね。その違ったところは、そのドラマの方、うん、そのなんだろうな、その監督に僕はその演技、最後の方の演技をしているときに、そのザレッドみたいなレッド。 あの演技がレッドっぽすぎてその、うん、周りの空気と合わない、うん、<laughs> ってことになりましてナチュラルによっしゃラッキーと言ってみたりナチュラルな演技に、うんうん、ナチュラルではないんですけど、ね、ラ,ッキーをラッキーをちょっとナチュラルにして頑張ってみました。みめる感じ,とかじゃない よっしゃな。かみしめて。かみしめて。かみしめて。いろんなハードルが監督の中にあったわけなんですね。はい、そのオッケーでくが皆さん見られますよ。さあ、他皆さんはいかがでしょうか、キュウレンジャーの皆さん。大気は。あ、僕ですか。やっぱ大気。僕急になんか来たんで、ちょっとびっくり。あ、そうですね。僕、け、そうですね。本当に、あの。 やっぱ戦隊の方とあと仮面ライダーさんの方とやっぱりあのカメラワークとかねあのちょっと大人っぽかったりとかするじゃないですかでそっちの方に僕たちもこうやってあの入らせていただくとやっぱりなんかなんか僕たちも大人っぽくなったみたいなね,<う>ねっい感じありますよね,すねちょっとね、うん、そんなのもなんか新鮮だなと思いましたそうですねはい、はい、さあ他皆さん参加されてみていかがでしたうどうですか<あ>じゃふ振られた方に返しましょうねキスさんあ<ー> <laughs> あ来ましたね <laughs> あのー そうですねあの、スティンガーさんなんですけど <laughs> スティンガーさんはあの本当に実は本編撮ってる間、うん、そう実はこっちの撮影の方が仲間のの早かったんですよだからそれをちょっと注目していただけるとなんか、うん、うんってなるところあるかもしれないんですけど全力で頑張らせていただきました。 エグゼイドのメンバーは、あの個人的にこう、もともと仲良くさせていただいてた。方々が多かったので、あの撮影、本当非常に楽しくうん、うん。はい、やらせていただけたかなというふうに。思っております。はい、はい、<も>ありがとうございます。僕も、僕も、あのう、暖かく受け、受け入れていただき、ありがとうございます。本当に。本当にありがとうございま、本当ですね。僕、本当にあ、あ,当にあの、はい、テレビシリーズが2話。まだ撮ってるぐらいの時に、もうこっちに合流させていただいて。うん、向こうと、こっちと、両方やらせていただくみたいな状況、状況だったんですけど。本当。 何もわからない状況から、こう教えていただいて、あのね、選択する時間とか、あのお風呂のタイミングとか。<laughs> そういうことまで教えてた。<laughs> いや<よ>、感情が漏れてる。感情が漏れてる。いや、漏れてるわけじゃない。<laughs> そんな感じです。すみません、なんか。嬉しいですね。なんか感情いっぱいのなんかが見れて、なんか嬉しい。なんてすごくニコニコしてきちゃうんですけれども。台挨拶の醍醐味でございます。<laughs> すまさあ、そして、大久保さん。 どうですか,かあの参加してみてなんか今、聴いてるとこ映画とテレビ本編と行き来大変だったんじゃないかと思いますすけれども。そうですね、私が思ったのはそのちがまず違いは e x e z ドチームはやっぱりその、さっき皆さんもおっしゃってたんですけどなんかちょっと大人っぽくてその結構シリアスなシーンとか表情とかが結構。え <laughs> <laughs> シリアスに比べて私たちは結構なんかずっとニコニコしているというかなので大人っぽいなっていうのを感じたのとあとやっぱりゲームの世界ということでそこが一番私的に大きな違いだなと思ったんですけどもそのちょっと一足先に完成版を拝見させていただいたんですけどもゲームの世界って面白いなってすごい思いました。 はいまさに本、ね、作の,の核でございますからねそこに宮殿者がどうやって参入するか楽ししみでです、はい、原さんどうでしたか今回えと僕はですねあの先ほどあのスティンガーさんがしゃべっていただいたようにですね初めてお,お仲間になられた瞬間のオリオン号のブリッジが拝見されるかと思うんですけど皆さん、その時にですね僕がままあまあ何かするんですよ、スティンガーさんと。 なんかするんでその時何か言ったことを覚えて帰っていただけたら嬉しいということとあ<ー>あのエグゼイドチームの皆さんとはですねあのまた絡めたらいいなって心から思っている所存でございます、すね、私。 はい、いことと日本語がすすごいい現場ですっていういやでもね両作品のコラボとかね本当にこうやって映画で見れると嬉しいなと思うところなんでございますがそこに今回は立石さん「はい、ジュヨーオジャー」からなんとお仲間は今日はなしでお一人で私たちも立ったりというわけなんですけれども「はい、ジュヨージャー」のテレビシリーズが終わって改めてこう特撮ヒーローの魅力ってどこにあられると思いますか そうですねなんかキャストの皆さんのコメントにも多かったんですけどやっぱ小さい頃から憧れてたヒーローってすごくやっぱり印象に残りますし一生ものだと思うんですよねやっっぱりちちゃい頃好きだったヒーローっていうのはそういう存在にやっぱり自分がなれたっていうことはすごく嬉しいことですしそれからやっぱり伝統のある作品なので。 キューレンジャーのみんなも多分そうだったと思うんですけど始まる前からいっぱいの人がやっぱり応援してくださってるんですよね、それをすごい私たちもその絆をつないで次の世代につなげたことがすごく嬉しいですしあの皆さんもベストな形でつないでいってもらって長い作品になればなと本当に心から思ってます。ありがとうございます完璧 代表していただき飯島さんキズさんそしてダイヤモンドユカイさんよりメッセージをいただいて舞台説終了とさせていただきたいと思いますでは飯島さん改めてお願いしますはい、えー、まあ今皆さんが言ったように、えー、もう見どころたくさんの映画となっておりますので、えー、ぜひ皆さんワクワクしながら、えー、ゲームの中に入ってぜひ楽しんでくださいそしてですね、まあ、エグゼイド放送がまあ半年を迎えまして、まあ、皆さんだんだん内容が あの、振動してきたと思うんですけど、本当に今後も展開が盛りだくさんになっておりますので。まあ、そこもまた想像しながら、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。木津さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、楽しんでもらえると嬉しいです。それと、あの、ドラマの方と映画の方で、宇宙戦隊キューレンジャーがちょなんだろうな。ちょっと違うので。 まあ違くはないですけど大人っぽいキュウレンジャーが少し見れるんじゃないかなと思うので楽しみにしていてくださいよろしくお願いします,ししますありがとうございますそして改めてダイヤモンドユーカイさん最後にお願いします OK 仮面ライダーラックロールありがとうございましたそれでは以上で舞台説を終了と本来ならなるところではございますが

ブログで上げて、いただいてもよろしいでしょうか。あのろうそくないんですけど。<あ> <laughs> ですね、あの真ん中の特製の絵が溶けてしまうかもしれないということで。今日はその代わりに、皆さんの歌で、ご祝福でございます。おめでとうございました。あ <laughs> さあ、それでは。 以上をもちまして、仮面ライダースーパー整体超す、ええ、超スーパーヒーロー対戦の。舞台挨拶終了とさせていただきたいと思います。関東キャストの皆さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました,あました。ありがとうございました。